ではテロップ入れていきます。今日のテロップどうしよう。ペン買ってきたよ。ではフォレストコメントの後イクメさんやっていきたいと思います。よいしょ。今日は1月の17日、火曜日。おはよう。と、コサッサーさん、カイトさん、ツキンバーガーさん、町の電気屋さん、アスさん、ツッチーさん、朝日テレビさん、アキモさん、カバチャーさん、羽馬さん、町の電気屋さん、ワイルドなヒデさん、ゆずけじさん、達也さん、石川先輩さん、奈良西さん、ありがとうございます。ということで奈良西さんとコサッサーさん、ありがとうございます。よいしょ。ありがとうございます。 Thank you very much。 ささささんと奈良西さん、17日火曜日フルストコメントさんとイクメさん、おめでとう。そしてありがとう。ありがとうございます。おはよう。フルスキュートさんはアリさん、ありがとうございます。1月の17日の火曜日、アリさん、ありがとう。また一応ゲストさんが来たら呼ぶ人はやりたいと思います。うん、もうバイバイ。ごはん、学校頑張ります。おはよう。寒いね今日ね。お腹壊した？大丈夫？何か腐ったものでも食べた？大丈夫かい？かわいそうだな。おはよう。今日は、ペンを買ってきました。ペンをね、買ってきてね、紹介したいと思います。昨日は、このようなノートをね買ってきたんだよっていうふうに紹介したんですけど、大事な大事なね、練習するには大事な大事なペンをね、買ってきましたので紹介していきたいと思います。寒くて起きられない、暖かくなれ暖かくなれ、暖房をつけよう、わっはっは。寒いよね。私も今日朝めっちゃ寒かった。よし、では行きます。3種類のねペンを買ってきました。どれがいいかちょっとねやっていきたいなと思います。ね、おはようございます。あ
パワーペンってやつね。あ、買ったんだ。うん、なるほどなるほど。久しぶりにそのネタ出たな。あ、でもショールームでこのネタね、あんまないね。 I have a pen, I have a apple。 めっちゃ学校で流行ってたね。はよう、ではいきます。まず一つ目は、世界中で愛されているベストセラーペン、水星のサインペンです。これ普通のね、水星のサインペンでございます。あのよくね、あの家にもあるようなサインペンでした。はい、おはよう。これもね、家にある感じでしたね。で、続いてちょっとね、私今回あの細すぎたよって、細めのボールペン、ゲルインクボールペン買ってきたんですけど、極細を買ってきちゃって、そう、もうちょっとね、細めとは言ったけどっていうことになります。0.38 のやつを、ね、買ってしまいました。なので滑らかでにじまないゲルインク、細かな文字もスラスラ書ける、いいね、極細。This is a pen。 これをこれともう一つ 0.38、 細いな、なんか細めって言われたから、じゃあ細めがいいかなーって。でもうラスト、これが硬質、硬いに質って書いて硬質って読む、硬質細字墨色と軟質太字墨色、ツインのやつをね買ってきました。太字も細字もこれ一本、試し書き用紙付き。おお、じゃあこれ書く？あ、そうなんよ、高くてよ。はい、こんな感じのものですね。この試し書きが入ってるので、その試し書きにあの3種のものを書いていきたいと思います。でね、もう一つあって、家にあったんですけど、速乾筆ペン太字買ったので、これもねちょっと試していきたいと思います。イエイ、こんな感じって書いてある、かっこいいね。よし、では筆ペンツインをね開けます。開けたいんだけど、どこから開けたらいいの。これきれいな字、いいよね、いいよね。だからね、ちょっと練習をねしていきたいなと思います。まだね、ドリル、あのそのようなドリルはねまだね持っていないので、はい、それまではちょっと私の名前でね耐えていこうかなと思います。4文字、4文字ちょうど4つ、ギリギリだね、びっくりだ。で、見て、1、2、3、4、5、これお金って書いて 6?1、2、3、4 までは読めるんだけど、5、6、7、8、9、10 は読めない私。金って書いて6か。よくさ、1、2、3は使われるよね。4まではさ、わかるんだけどね。あー、気にしないでください、私の髪の毛がボサボサなのは。わはははは、
いちごゲストさん、いつの間にか届いてました。ハニーヤモリさん、あーごめんよ、本当にハニーヤモリさんね、この間名前間違えた。私結構引きずっちゃってる初の誕生だったのにっていうので、すみません。ハニーアモリンさん、ありがとう、また来てくださって嬉しいです。よいしょ。では一応ゆたさん紹介します。フレストギフトさん、イーズ、アリさん、そしてイチョウギフトさん、イーズ、ハニーアモリーさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ピピトマトさん、ハートだるまさん、ありがとうございます。ハトさん、ハートありがとう。ピピトマトさん、いいね、ありがとう。ホタルイカ、ゆでびさん、いいね、ゆでびおもろいね、名前がね、コメントがね、ちょっとね、面白い人とか名前面白い人、いいね、面白いの好きよのね、はい、ありがとうございます。オレンジキー、ありがとうございます。 No problem。 あー Thank you。 いちご、あーそう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 、いちごギフトさん、あのナーピーナンバー15、エントリーナンバー15番、みつきのナーピーです。でしたので、はい、そしてなんかよくわからないけどビジネスイチゴと言われております。ではちょっと書いていきたいと思います。あ、10万金4以降ない、あー10万が5みたいな感じになってて、これが10か、あん、金だ。なるほど。なるほどね。ちょっとそれ以降ないのね。1,2,3 以降は、あ、以降だと3が入っちゃうから。1,2,3,4 以降は入ってないのね。なるほど。なんかね、ツイッターに書かれたのよ。わかんない。ビジネスイチゴ姫、てんてんてんみたいな。しかもハッシュタグまでついてたからね。ピシって感じだった。本当だよ。ではちょっとね、書いていきたいと思います。あ、まだ開けてなかった。では開けます。次、続いてサインペン開けますね。うん、リボンない。あ、ちょっとこれ最近これにハマってるからこれつけます。あのね、結構リボン何種類か持っててね、私ね、こういうね、リボンとかね、結構集めるのは好きですよ。集めるというかね、なんか、まあ、そうね、たくさん持てる。お母さんのお下がりのね、なんかネクタイとかあるし、赤色のあのネクタイはね、お母さんのお下がりですので、そうなんよ。もともとね、なんかね、かわいいね、銀色のものがついてたんだけどね、そう、私がね、それをね、後ろに返したか、なんか、うん、そんな感じにしてね、今ね、いないのよ、前に、現れてない。うん、オンライン話し会の美期間、あ、はい、今日のね、ごめんなさい、ね、うん、うん、はい、始まります。
ごめんなさい、急に雑になってしまいました。あ、仕事戻る、ゆっくり休め。おお、仕事戻れ、ゆっくり休め。ありがとう、2450カウント。うん、化粧しちゃうよね。後回ししない、後回しない、スノーも後回し、よしよしよし。あ、おはようございます。では早くさ進みたいんだけど。またビジネス以上の話してる。あ、これ開かないやつ、これ私開かないやつ、手で開かないやつ、ハサミ、大きなハサミ投票。ジョキ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 、切れました。マサザロさん、ダルマさん、たくさんありがとうございます。ありがとう。うん、会社枠残ってるから、うー、だから来てほしいな。ほらやね、あ、次回申し込みました。嬉しいです、キュンです、嬉しいです、キュンです。今日テストないといいです。うん、ほんとだよね、マジ無理。テスト勘弁してほしい。テストは本当にね、ちょっと勘弁してほしいですね。もうね、私勉強がね、まあ嫌いというか、ちょっとね、うーって思います。はい、では最後極細を開けます。極細も、ほら大きなハサミも登場ですね。極細よ、さようなら。チキ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 、あ、全然切れないんだけど。チキチキチキ、あの歯あたりっていうの、あ、違うな、何なんだっけ、歯あたりじゃなくてさ、歯切れ、歯は何だったっけ、なんかこれの性能が悪くなってた時だ、何だったっけ、歯この包丁の切れ味だ、切れ味が悪くなったな。あ、鈴鹿さんより先に今思いついたからね。よっしゃよし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 、合ってる合ってる、よかった、忘れるとこだった、ふう、セーフ。いやー、そんなこと言ってると切るぞ。もうよ、あ、そんなこと言ってると切るぞ、あ、違う、さすがのアピって言ったのか、あー、忘れた意味ではさすがのアピって言ったのかと思った。ごめんごめん、よし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 、うん、バイバイもかけますか、今から試すんだよ。では書いていきたいと思います。あ、4文字しかない、5文字必要だったけど4マスしかないな。じゃあまずは速乾、筆ペン太字、これからいきたいと思います。ちょっとモロクズノアのノを書いていきます。え、うまく書けたんだけど、え、結構上手じゃね。え、見て見て、いいね、頭いい方だよ、嬉しかった。タグおかよし変えてくれ。上手上手上手、インディ上手。いやー、これは上手ですね、最高。
これは上手です。で、速乾筆ペン掃除いいね、書きやすい、滑らかでね、なんかねギーっていう感じもなく、なんかねちょっと柔らかめで、ペン先とかが動きやすいから、なんかシュッスーシュン、しかもねなんか結構ねためがあってもね、なんかそこまでにじまないからいいです。これはいい、いいね感想。じゃあ続いてサインペン、うちでもね使ってるんだけど、ほら全く同じペンがあるの、どっちかどっちが分かんないでしょう私ねこれ家にないと思って買ってしまいましたものですあ、家にあるよっていう、いつもまあ使ってる、壇上に使ってるようなペンと同じような感じです。ではこれでノーを書いていきます。うん、筆ペンと同じように書いたらなんだか変な字になった、うん、ダメだ、ほら上ののがうますぎて、ちょっとはい、2文字目ののが少し、はい、あ、そうなのよ、グッドモーニング、そういう可愛い字を書きたいの私。じゃけね今ねちょっと練習してるの。シャーペン、みんなシャーペンなの、鉛筆だと思ってね学校行ったのよ。で今まで私鉛筆でやってきたからね、ねそう鉛筆でね4月やってたのよ。でそしたら、え、シャーペンないのって言われて、え、家にあるって言ったら、なんか、ね、なんで鉛筆なのって、え、なんでみんな鉛筆じゃないのって、でそしたらシャーペンだよって、はいって、はいみたいな。筆箱もねバカにされた、まあ私ね水色のね四角い筆箱だったんだけど、みんなねそういう筆箱じゃないの、モフモフの筆箱だったり、なんかすごいね、はい、なんだその筆箱はみたいな。ペンケースとかさあるんだけどさ、なんだその筆箱はみたいな、ウサギとかライオンみたいな、はね、それでね新しいのクレヨンしんちゃんみたいなとか持ってきたり、うん、なんかねすごいね、はいちょっとえってなりました。そうよ、キャラモンとか持ってくるんよ、やばいだろ。いやいや普通で、いやおい無事だろって思うよね。無事だよ、無事だけど、なんか先生も別に注意しないし、はぁ、ちょっと過ごしてる時があって、今もちょっとそう思ってます。中学生ですけどね、もう特に、はい。でね、まあ私も一応シャーペンを持ってってみんなと合わせるようにしたけど、でね最近ねちょっとねみんな聞いてよ、寄ってくる男子がいるのよおもろいよね。そうシャーペン使ってたらね、シャーペンそれかわいいねって言ってくるの。普通そんなこと言わないじゃん、ありがとうって言うんだけど、え、これ自分で作ったのって、取られるのよって書いてる最中に取るな取るなってそうそうねえまあおもろい人もいるんですね、うん、なんか急にね物取ってきたり、 だからね代わりにね富士山の消しゴム持ってたから、ね、それをねこれかわいいねって取ったのよ同じ行動してみたのそしたら取るなって言われたから同じ行動したんだよっていう状態になったピシッて取るなってね、
ついてくださるのはとても嬉しいです私的には理不尽すぎるまあ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 そういう変な人もいるんだよではちょっと続いてツインの筆ペンの太字と細字太字を書いていきたいと思います。よいしょ、いやこんな感じでは書きます。おお、これはまあ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 いいんじゃないですか。いいんじゃない、あパパパそうか、よくもない、よくなくもない、わあ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 、いいね。これはねちょっとね書きにくいかもしれない、あの速乾よりもちょっと書きにくいです。あのギーってしちゃう、ちょっと力込めたらギーってなりそうな感じですね。細字はちょっとまあこの 1,2,3,4 のやつで書きます。であのゲルインクのこれさゲルインクをさ間違えてさインクにさあのちょっとね読み間違えたのようん、私は余白が埋まるところが、あー確かに確かにいいよね、うん、ちょっとねあの読み間違えました、はいゲルインクって一文字書いちゃうとさあのちょっと戻しちゃうっていうわーっていうなっちゃうからそれでえそんなペンあるのと思ってあのびっくりしたんだけどよく見るとゲルインクでしたリバースの方になっちゃってじゃ本当に危なかったですそう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 ねふきふきねえちょっとねはい読み間違えましたじゃあ続いてゲルインクで書きます。 0.38 なのでねすごくねあの細いものになりました。んゲリーこら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 やめなさい、本当に変なコメントだな聞かなきゃよかった万年筆も練習してほしいね。万年筆ね あのあればちょっと買ってきます。私もね万年筆買おうと思ったんだけどねすぐそこになかったのでね、買うのは諦めましたあの万年筆もね私なんか万年筆書いてみたいよ。あの100円であるかなあのなんかねワンコインでさ買えそうなものいいよね。うん、なきゃよかった。じゃあ続いて細字を 1,2,3,4 あそうそうゲルインクはねこんな感じ、細い細いね、これはさすがに細すぎるね、さすが 0.38 うん、話何のことかな、あ降ってないよ、おほほ、うん、子供が買えるものじゃないよ、あれそうそんなことない、そんなことないよ、そんなことないよ、どうどうとは細いね。じゃあ続いて細字を書いていきます。細字で1を書いていきます、2を書いていこう、2の方が分かりやすいかもしれない。あーこれはねゲルインク、ゲルインクと危ないよみんなのせいで、ゲルインクと一緒だね、細いこんな感じ、こんな感じ
あのね、今までの、あのちょっと本気の脳を見せますね。あの今日ね、大きくちょっとあのもろくずの赤と長いので、はい、ちょっとね、よいしょ、脳を、ね、大きく書きたいと思います。はい、では行きましょう。のを、ね、大きく書きます。のっていうのいいですね。じゃあ、速乾の、書きやすかった速乾の筆ペンでいきます。シュキ、大きくのを書きますね。納得がいかないのです。ワクワク、ワクワクさせてごめんなさい。はい、こんな感じ。99点、あとの1点は、あとの1点は、はい、明日それするよ。の完成。のののののののアピ。はい、ではこれはね、壇上のお礼のと一緒にさせていただきます。イエーイ。ちょっとね、これからね、ちょっと船が変わるかもしれませんよ。あのこのね、この私の書いた作品、これ作品なので一応、はい、作品と一緒に壇上のお礼をねさせていただきたいなって思います。よいしょ、書いておきましょう。First is 何々、 Second is 何々、 Third is 何々。はい、ありがとうございます。あ、で3、細字っぽく書いてみます。はい、ちょっと今日からこの速乾筆ペンが使いやすかったということで、それが終わったらまあちょっと書きにくいけど、まあまあ大丈夫でしょうっていうツインの筆ペンを、はい、はい、で明日はね赤な、でまあ明後日にもうローで、明日明後日にローみたいな感じでやっていきます。ちょっと最初始めのから始めたので、よろしくお願いします。うん、1万1万円からです。高いです。ていうか、まあ本買ったら、まあ、それから始めるけんね。はい、本買ったらそれから始めるから、みんな覚悟しとけ。あのまだね、今本ないから、今ね自分の名前でやってる、今の字を記念に、はい、していきましょう。これからね、どんどん字綺麗になっていっていい感じになっていくんではないでしょうか。どうなのでしょうか。うん、おー、抽選申し込みました、ありがとう。漢字でもろくの筆ペンで書いてほしいです。そんな画数多いもの誰が書きますか。まあまあそうね、そうすればまあまあまあ、うん、サインも上手くなるはず。うん、そんな画数多い漢字を誰が書きたいと思いますかね。うん、いつもサイン書いて思うけど、自分の名前書いてるときに画数多い、腕疲れる、死ぬって思ってます。自分の名前に少し不満を覚えてます。三月のめっちゃ書きやすかったで、本当に三月のやがった。モロクズのは本当にしんどいわ、死ぬで。みんな、あの頑張れ。あの石田みなみさんの
はい、名前に憧れます。うん、いいなって思いますよ。やっぱりね。おはよう。目指せみちさんみたいな字。そうですね。頑張ろう。みちさん字綺麗ですもんね。ラブレター書かれる、そんなことはないな。そろそろ終わる時間だそうです。まあ、多分ね、私が書いたら終始真っ黒だぜっていう状態になると思います。まだね、ナビモテモテではないので、裏でモテモテなので、はい、表ではそんな分かるようなモテモテではないのですよ。裏では多分きっとモテモテなのでしょう。そう信じておりますね。天気良さそうね。週もね、あれよ、私習字書いたら自分の名前真っ暗だもん、本当に真っ暗。もうなんかぐしゃぐしゃって、かもう書いても分かんない。だからなんか適当にも書いちゃってる。小筆で、あーらーぐーずー、ひらがなでもいいよって言われてるから、じゃひらがなにしまーすって言って小学校の時はやってたけど、中学校になってからやったけど、漢字でっていう名で。うん、真っ暗だぜ、面白い。そうよ、もう真っ黒。あのね、チェキ会はひらがなかイングリッシュでやります、したいなと思います。さすがにモロクズのモロクズのって書いてる、すごいね、死んじゃう。手がね、多分 それ死んじゃうよ。だって100枚は来てくださってるってことだから、その100枚も書くってなったら死んじゃうから、ちょっと英語か何ひらがなでやります。あとはもうちょっとノアピーにするかもしれない。はい。男の子できたら紹介しないよ。ピシッ、ほら。うん、ではちょっと終わりたいと思います。漢字でってリクエストしないで。リクエストだけならいいけど、まあ、みんなもひらがなでよろしくね。はい、印鑑にしなさい。おお、印鑑、その手があった。じゃあちょっとノアっていう印鑑があるので、印鑑を使おうかね。ポンポンポン、楽だね。でもみんな直筆の方が嬉しいでしょ、どうせ。では、はい、曲を歌っていきます。漢字じゃなきゃだ、わがまま言うな。私もね、漢字ね、簡単だったらいいんだけどね。シュウペイです。やっほー。うん、そんなにかひらがなでは漢字です。漢字漢字。うん、シャチハタも作りますか。シャチハタね。うんうんうん、うんうん、よいしょ。制服っぽい制服です。はい。手作り印鑑でも作るか。でっかく「ショー」っていうので、もろもろってとかは一つずつ集めてもらえるように、もろ、もう一つ「クズ」の「あ」いうね、ハンコ、モロ、グズ、ノ、アっていう風に4つ、1つずつね、1文字ずつ、4つあるから1文字ずつね、押していく。4枚1セット、いいね、4枚1セット、いいじゃんいいじゃん。じゃあ4枚1セットで、はい、よろしくお願いします。3個がマックスです。あれ、うん、あ、待って、終わらないと、終わらないと、時間時間、みんなちょっと話長いよ。話長いよ。